はい、こんにちは、雪組と申します。今回は炎編成の新しいスキル回しと正式版でフィオナが結構強化されたので、改めて各凸の DPS とリンや貫凸の比較をしてきたので紹介します。結論から言えば、フィオナの武器貫凸ポリション無凸でリンヤの武器ポリション貫凸を超えることができました。編成によってリンヤのダメージ貢献度は異なるので、一概にこういう結果になるとは言えないのですが、おおむねフィオナの武器貫凸ポリション無凸でリンヤの武器ポリション貫凸と同等以上という結果にはなると思います。武器の凸の伸び幅はテスト版とほぼ同じでした。また解説動画で5凸はあまり効果がないと言ってしまったんですが、実際に調べてみたら5凸は意外と効果があって、炎編成では 5.7% DPS が上昇しました。これも編成によって多少誤差はあります。またボリションがかなり伸び幅が良くなって、無凸から貫凸で 16.1% DPS が伸びたので、汎用性の高さを考えたらボリションに投資するのはかなりいい選択のように感じます。次に炎編成の新しいスキル回しを紹介します。変更点は2つあって、1にハイドルフォーカス、2にウェルスプリングを配置して初動はフィオナのスキルを打ちます。 DPS の上昇は 2-3% ほどですが、スキル回しがかなり楽になって、エナジーが2本たまに次第バフをかけ直していくという感じでうまくスキルが回るので、この方法がおすすめです。アナベラのスキルの CD 待ちで回避が余っている場合には回避攻撃をしていきましょう。またサボテンダメージでは 318M 出ているんですが、マルチプレイではリンヤの強行編成と同等かちょっと強いぐらいのパフォーマンスになると思います。それでは1分半のサボテン動画を流してこの動画を終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。